明日のお洗濯情報をお伝えします。まずは天気予報を確認していきましょう。天気分布予想、オレンジが晴れで青が雨の予想です。西日本東日本は広く日差しの届くタイミングがありますが、天気急変に注意が必要です。午後は急な雨や雷雨の可能性がありますので、日差しが届いていても外出の際は折りたたみ傘があると安心です。東北は日本海側ほど雨が降りやすく、太平洋側も午後はにわか雨の可能性があります。北海道は広く雨の可能性がありますが、だんだんと天気は回復へと向かっていきます。お帰りの時間帯は傘の置き忘れにお気をつけください。お洗濯情報アイコンで見ていきますと、このようなお天気ですので、ほとんどの地域で心配や NG という予想になっております。那覇以外はほとんど難しいような状況となっていますね。日差しが届いていたとしても天気急変に備えて洗濯物の干しっぱなしは控えた方が良さそうです。より詳しいお洗濯情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひこちらのページもご活用ください。以上、明日のお洗濯情報をお伝えしました。